です。青森の方ね、東北、まあ、全体ざっくり言って、今の区画分けで青森って言ってるわけですけど、まあ、もうこの言葉の通り青い森がたくさんあると。で、青森に行ったら分かると思うんですけど、あの杉のね、まあ、ヨーロッパ行くと糸杉なんですけど、この神様が宿る森ですね、杉の木立の森、そういうところが昔はあのヨーロッパもしくはチグリス・ユーフラテスのところにもあの、まあ、レバノン杉みたいなものがたくさん生えていたと言われてるんですね。それと同じようなあの地形もしくは同じような、森というのが青森には存在します。まあ、これ言ったら分かると思うんですけども、キリストの墓っていうところはヘブライ村みたいな、ね、名前ですね。でそこの村はあの昔からヘブライ人が渡ってきて集落を築いた、もしくはもともとこっちから出ていった人たちが中東での生活を営んで、まあ、これかなり長いスパンですけど、それがもう一度、鮭のように、現地に帰ってきたと。ですから、いわゆるイスラエルとかね、それからその もっと昔で言うとそのチグリス・ユーフラテスの今のイラクですね、それがシュメールといったところですけど、その辺 の森の地形というか感じに似ていると。そして、丘陵地帯が多いのでヨーロッパの地形と似ているんですね。で、まあまあ、あの岩木山とか山はありますけど、ヘライ村のところら辺はずっとあの車で走っていくとね、非常に丘陵地帯みたいになっていて、まさにこのヨーロッパの人たちからするとふるさとに帰ってきたような、そういう、まあ、雰囲気が残されています。そしてそのヘライ村のそのキリストのお墓のところには昔からの言い伝えで、そこに何代目か分かりません、キリストあのイエスというのは歴代襲名と言われてますので、何代目かのイエスがそこにやってきた、まあ、モーゼも同じですね。で、まあ、スサノのスサもスサの王という、うん、スサの国の王というのも同じです。まあ、その言い方が変わっていくだけで、そのキリストというあの一つの洗礼を与えるもの、こういうあの役目の人たちがそこに、まあ、中東というかヘブライというかそっちの方からたどり着いて帰ってきて生活を営んだということがあの残されています。で、海洋航海で現実にあの日本海側から来ても太平洋側から来ても一番先端の青森に着くっていうのはあの港がありますので、そういう歴史観というのを調べていけばあのかなり明らかになってくると思いますので、もう一つはそのお釈迦さんの山があるとかね。で、このお釈迦さんも月読みの子孫として、まあ坂族というところの王子がシッタルダというね、これ九上文書にも出てきますけど、九上文書も海洋の歴史、海洋の一族たちの歴史が記された系図があります。そういうようなことにおいてもキリストもお釈迦も、まあ、何代かその啓示を与えるもの、いわゆる指導をするものとして何代かにわたってそれを受け継いで、そしてもともとの土地である青森の方にたどり着いたということは、あの決してあの、まあ、あのとんでもない話でもないやろうと。当然海を渡ってくるの で、特に日本は海に囲まれてますから、これ鎖国したような国みたいに思いますけど、昔は海洋文明華やかかりし頃、もうその縄文時代から海洋文明はあったって言われてるのでね、その前はもう天の浮き船というあの空を飛んだもの、まあ、今も飛行機空飛んでるわけですから同じことで、別にそんなあの絶対ないような話をしてるわけじゃない。で、そして、海があるということは海洋の潮のルートに乗ったら必ず港に到着するわけですね。で、陸をあの渡ってくるよりも早いです。で、その船の上で、うまくしけを交わしながらあの流れてくれば当然、日本海もしくは太平洋側にたどり着くということはあの大いにありえるわけで、まあ、そういうふうに考えていくと海洋ルートで渡ってきた人たちがもう大昔からいたと。そこにあの縄文の生活があった。ですからなんか丸太をくり抜いてあの移動したみたいなことを今もやってますけど、まあ、そういうものではない、そのあの箱舟の時の大きなあの船で、海洋航海が行われていたということを考えるならば、我々が思っているよりも大昔から、海洋を通って、いろんな人たちがやってきて、土着したということはあり得ると思います。まあ、ですからキリストの墓っていうヘライ村ですね、そこは前のイスラエル大使のエリコーエン大使も石碑に刻んでますけど、いろんなことがあるはずがないという、その今言ってる我々が十字架にかかってるキリストのことを言ってるのではなくて、キリストと言われるもの、
それらの受け継いだ者たちがそこの平井村に帰ってきて生活を営んだっていうのは、そこの平井村に行くとちゃんと博物館もあってね、見てこられたらいいと思いますけど、小さい頃から生まれたら今日十字架をねおでこに入れるという習慣が未だに残っていると。で今大人に なったそこの村からの大人になってる人は昔の伝えでちゃんとそれが残っていて、小さい頃はみんな生まれたらおでこに十字架を書かれたというね、まあこのしきたりがあるということも全く何もないところにそれがとんでも話でやってきたのではないと。やっぱりそういうしきたりがあって、で歌ってる歌がどうも日本語じゃないと、かごめかごめじゃないですけど、なんかな、なんたら何やったかな、要するに日本語じゃない歌で、子守歌みたいな歌を 歌ってる。それが今でもその語源残ってますからね。ですからそれは何語だったのかっていうのはこれまで言語学者とかいろんなところの学者さんに聞いたらいいと思いますけれども、まあ青森のみならず東北地方にはいろんな外洋の文化ですね、気仙沼とか気仙の方はどうも気仙の語源、いわゆる向こうの方言っていうの語源は英語に似てるとということで、太平洋上渡って、ポリネシア海峡からその今のアメリカ、まあ、昔アメリカってなかったわけですからインディオですよね。で大昔は太平洋上に大きな陸地があったと、まあ、それをみんなムー大陸とかヤマト大陸とか言うわけですけど、地形が違った頃には大いなる海洋航海もしくは陸地を通ってそして、交流があったとするならば、そこに流れ着いたというか到着した人たちの語源が違うのは分かりやすいと思います。東北からやってくる人たち、これはツングースとかね、今のロシアの方からやってきた人たちとそれから西からやってきた、まあ近世ではこの、弥生人ですね、その前は縄文でしたから、それがちょうどこの尾張というところで半分半分に割れていくわけですね。それでこの西側の歴史土地ではここで尾張というので尾張というふうにね言ってる。そこから先は恵比市やったわけです。で恵比市たちは北から入ってきて、北海道から、まあ、アイヌ系の人たちもそうですけども入ってきて、そして秋田美人とか言われる秋田の方の美人のと言われる白黒の写真が残ってますけど、いろいろ秋田美人と言われる方々のでそういうところではちょっとシベリアンハスキーみたいな名してるんですね。要するにロシア系、白ロシア系が入った人たち、まあ、そういう人たちが縄文時代に、東側で住んでいた。もうこう考えると、まあ、2つの合流地点でちょうどこの尾張というところもしくは美濃ですね、この辺が中間地点になったんですね、まあ、そういうこともあって、青森の方に、海洋で、こちらから行くということもありでしょうし、まあロシア大陸の方を通ってくるとロシアから見るとこっち側がちょうど離れたいわゆる淡路島みたいな感じだね。その大陸から見るとそうなんですよ。地図はみんな日本こっちから見てるから向こうに大陸があるって感じやけど、大陸側から見た日本はちょうど大陸から島が分かれてあるような感じ、まあ、日本海もっと小さかったと言ってますから、そのロシアルートみたいなことで渡ってきた人たちの文化っていうのが残ってるのも事実ですね。これは当然ヘブライから船で来るだけではなくて陸を通ってロシアぐらいから渡ってくるという、まあ、この東側の歴史いうのがこれも歴史上も記されてますけど、これどっちから来たかっていうと歴史上それぞれにちょっと時期が違うんでしょうけど、東から入ってきた人もたくさんいる。で恵比市といったでその中にはヘブライからやってきた人もいる。でも全然不思議じゃないですよね、まあ、海のルートだけでもないということで、まあ、東側の文化と西側の文化というのに今なんか分かれて言ってますけども、縄文系は東側の文化で残っている。だから青森にキリストの墓があると言っても別にそんなおかしくないんじゃないかということかと思います。